トヨタ自動車サイオン初代サイオン XB サイオンは、トヨタ自動車が2003年から2016年9月までアメリカ合衆国を呼び、カナダで展開していた自動車ブランドである。クールスタイリッシュを施行し、ジェネレーション Y と呼ばれるジャック年層をターゲットとする。トヨタ自動車は、大衆車であるトヨタと高級車のレクサスの2ブランドを展開していたが、顧客の平均年齢の高さ、 そして若者支持の低さがデータから明らかであった。アメリカは多くの先進諸国と異なり、若年人口が今後も増え続けるという得意性を持つ。現代の若者は2010年にも7 0 00 0 0 0 00人に達し、ベビーブーマーを追い抜くとされる。トヨタの現況は歳月を経て顧客が高齢化してゆき、やがてブランドそのものが停滞を招き将来的な、 リスク要因となるとして、検討課題であった。さらに、技術や機能性に対する評価は高いものの、いわば、感性へ訴える要素が欠けているとされた。そうした背景から誕生したのがサヨンである。従来の退屈なトヨタ車にはなかったファッション性や、都会的イメージを全面に打ち出している。レクサスとは異なり、1000倍のディーラー網はなく、トヨタ店舗内に、 サイオンのブースが併設されたり、トヨタ店舗と同じ敷地に別当の店舗を併設する。つまり、ブランド内ブランドであり、サイオンは決してトヨタの基本路線を否定する役目を担うのではない。サイオンを買った若者も、いずれはトヨタに乗ることが、モデルサイクルとして考慮されている。ジェネレーション Y という次世代型のマーケティングは、事例が少なく、その点でも、非常に注目される。 この若い世代は、既存ブランドに拒否反応を示し、変化が早く個人主義、理屈より感性といったように、過去の成功事例が必ずしも通用するとは限らない。そのため従来になかった斬新な施策がいくつか取られた。例えば、あらかじめ多彩なカスタマイズパーツを用意し、個性化を呼びかけた。サイオンは追加装備の販売比率が高いのが特徴である。そして、 テレビ広告等の大量投下は抑え、クラブハウスなどでのきめ細かい広告を行うことで、ファッション性の構築と希少性の維持に努めた。ウェブサイトでは、チャットによる相談窓口を設けた。当初は順調に販売台数を増やしていたサイオンブランド社は、2015年には約5.6万台と大きく数を落とし限りが見えていた。結果的にトヨタから、 資金調達をせざるを得なくなり、2016年2月3日にサイオンブランドの廃止が発表された。すでに販売された車両はトヨタブランドの販売店でアフターサービスを行い、投入車種はトヨタブランドに切り替えていく方針とした。トンカーボンは16年8月で完全にモデル廃止にする。サイオン失速の原因はという点にある。このような経緯で廃止となった。 サイオンだが、サイオン購入者全体の7割が、トヨタ社の新規顧客となった、顧客の半数が35歳以下で、平均年齢は36歳と当初の目標である、若者のトヨタ離れを防ぐという観点から言えばその役割を果たしたと言え、ジェームス・レンツ米国トヨタ CEO は、これは、サイオンにとって交代ではない。トヨタにとって前進だと述べている。 2016年9月末をもって、名実ともにサイオンブランドはその使命を終了した。フォーミュラドリフトに参戦するトンカーボンサイオンレーシングとしてトンカーボンや FRS でフォーミュラドリフトにワークス参戦。2015年にフレデリック・オズボーがトンカーボンでチャンピオンに輝いているほか、2014から2016年までメーカー部門を3連覇した。 サイオンブランド廃止以降も、トヨタ名義で活動を継続している。ありがとうございます。